なくなっちゃった。おっと、貴重来た来たぞ。じゃあ夢見る魅力プラチナになってからね。夢見る夢をくね。あのさ、夢見る魅力のさ、前の名前の方が覚えやすかったんだけど、雇われ社長の方が良かったんだけど、名前直してほしいな。言いづらいんだけど、夢見る夢をくんって直してほしいな、雇われ社長に。そっちの方がいいのにな。リーチャーです、ここ。おつきちゃんコメントしてた、なんて流しちゃったでしょ。流しちゃったって言ったでしょ。あのヤンキーに絡まれてたから、うん、ヤンキーに絡まれてたから流してくれたの。でもさ、これ俺スルーするとさ、ずっと粘着されるから、うん、プラチナだったよね、うん。俺もさ、結構高校とかさ、結構ヤンキーに絡まれるのだけど、ずっとスルーし続けると粘着ずっとされるから、一回話をしないとダメだなと思って、うん、逃げてばっかりいるとずっと粘着される。おいっておい、最悪さ、てめえ逃げてんじゃねえぞこの野郎とか言われるから、そう、粘着されるから、そっからいじめって始まるから、うん、めんどくさいよ。だって僕別に喧嘩持ってないじゃん、やっとや社長に絡まれるわけよ。お前喧嘩したかったろって、喧嘩したいって言ったよな、俺が喧嘩してやるよって来てるわけでしょ。だからモニター見てんの今、俺デイトレーダーやってんのよ。ただいまです。おお、ただいまです。来た来た、バニラグループ来た、集結。読むの読みますか、本でしょうね。来たよ、久しぶりに来たな、この家半年ぶりぐらい。来た、バニラグループ集結、大阪嬉しい、来ました。なんか、うん、ずっとおったんで、せいさんと、うん、久々な感じしますわ。あ、貴重と、いや、せいさんと俺がお前、顔洗ってこい、一回眠そうな顔してるぞ。あ、すいません、舐めてんのか、お前。すいません、顔洗えよ、お前。すいません、もう寝る気満々にしてますよ、うん。いや、まだ、いける、天空まで飛ばしてあげようとしたのに。いや、なんか絡まれてるのヤンキーに、今ヤンキーに、うん、目立つからね、目立つから、絡まれやすいんだけど。な、俺さ、ちょっと話したいわ、この雇われ社長と。なんで俺絡まれんだろう、俺。ちょっとあの LINE 教えるんで、ちょっと追加してもらっていいですか。ちょっとスクショしてもらって、 LINE ちょっといいですか、追加してもらって。300連鎖です、いいですか、ちょっと。もしもし、あ、大丈夫ですか、電話。大丈夫ですよ。僕と相撲がしたいってことですか。いや、相撲でも柔道でも何でもいいんですけど。何でもいいんですか。そうそう、なんか喧嘩したい人探せるって言ったら、はい、もう僕でよければって感じで。ああ、千葉の方ですか。千葉、千葉です、千葉か。僕は東京なんですよ、東京の町田。あ、町田？町田。あ、いやいや、いつでもいいで
今大阪なんですけど。ああ、なんかジムとかあります？できるところ。あ、ありますよ、いくらでも。千葉？千葉ありますよ。遠いな、でも千葉だと。ちょっとやりますよ、暇だし。でもちょっと忙しいんですよ今ね。あ、忙しい？そうなんですよ。で、僕別に売名でもないし、はい、あのフォロワー欲しいとかもないし、アイテムもいらないんだけど、はい、ただ探してるって言ってたから、探してると喧嘩したいっていうペンさん言ってたでしょ、はい、でも俺が勝ったら、うん、これやから出てくるでしょ、若い衆が。いや、それはちょっとまずいかもしれない。だから、めんどくさいなと思って。あー、じゃあ、1対1は、1対1対マンだったらいいですけど。あー、じゃあそれでいきましょうよ。対マンで。それでいきましょう。今いくつですか、年は。今30。30か、あ、僕43でしょ。43、柔道経験は何年ですか。柔道経験2年しかないですよ。あ、2年か。あー、ちょうどよくないですか。でも体重がね、結構あるからね、僕。いやいや、大丈夫ですよ、全然。今何キロですか。今110。110？ 身長175。僕、80キロなんですけど。何センチっす、身長。175です。あ、一緒ぐらいか。一緒ぐらいです。30キロさ。30キロさ。お、大丈夫っす。全然いいんですよ。え、その代わりって、その代わりちょっと言っておきたいんですけど。ええ、あの、負けてくださいとかなし、いつは。いや、そういうのやったことないです、僕。ガチなの。そういうのやったことない？やったことない。ガチ？ええ、ガチガチ。いやいや、やれるならやりましょう。全然僕逃げないですよ。おうん。あ、でもね、先客がいてベルサイユってやつやらないといけないんですよ。ベルサイユ理事長。じゃあそこで、誠司さんが勝ったらやりましょうよ。おう、勝ったら。え、勝ったら。ああ、ベルサイユに、ベルサイユさんに勝ったら。うん、で、俺が負けるじゃないですか、ベルサイユに。うん、ベルサイユってやってくんないですか。うん、あ、そう、ベルサイユさんに負けたら俺がベルサイユさんでやりますよ。あ、いいですか、それでいきましょうよ。はい、俺別に誠司さんのアンチでもなんでもないし、はい、だけど、なんか鳩で来たんですけど、なんか誠司ってやつが調子乗ってるとか、なんか配信なんか向いてないとかなんか言ってたって。いや、配信向いてないじゃなくて、あのブランドセンスがない。はい、ブランドものがちょっと似合わなすぎて。ブランドもの？そう、なんか何も着てないけど。ディオールとか着てたじゃん前ね、それは。それは撮影とかあったから。そうそう、あの、それね、あれ、よくわかるんだけど、ブランドものが似合わない。そうそう、ディオールが横に伸びすぎちゃって。しょうがないでしょ、太ってんだから。ディオールが可愛かったなと思って。買ってくださいよ。そう、だから、それはちょっとやばいじゃない。やばいよ、だから買ってくださいよ。大きいの。だから、110キロもあるんだから。じゃあ、ベルサイユさんに負けたら、僕がベルサイユさんでやりますよ。はい、それでどうすか。はい、でもし、ベルサイユさんに勝ったら、僕でやりましょうよ。あ、じゃあ、その現場に来てもらおうかな。あ、じゃあ、現場行きますよ。どこでやるんですか。ね、ベルサイユさんが用意してくれるんですよ。あとで聞いときますね。あ、そこ行きますんで。そこにじゃあ前もって言うんで。うん、じゃあ LINE で教えてくださいよ。はい。で、その誠司さんのさ、そのアンチ。はい、アンチ多いでしょ、これに。多いですね。アンチすごいですよね。めちゃくちゃいますよ。ごめんなさい、でも誠司さんのね、あのリスナーかもしれないけど、ちょっと言わせてもらっていいですか。はい、あの、ちょっとポンコツの方に、あの、教えてあげるんで。はい、あの、ちょっとまたね、あの、なんかやるんだったらやるで、はい、ちょっとやりましょう。あとね、ケイノスケってやつもいるんで。ケイノスケさん、俺と名前似すぎだな。ケイノスケと、うん、ちょっと一戦、あの、キックボクシングとかどうすか。キックボクシングはきつくない？きついっす。キックボクシングはきついけど、いや、いいっすよ、やっても。あ、いいっす。いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。じゃあ、ワンチャン、ケイノスケの場合は、栃木行かないといけないんですよ。あ、キックボクシングじゃなくて MMA でいいですか。あ、MMA。ケイノスケにちょっとオファーしてみますね。うん、あ、ちょっとお願いしますよ。はい。ちょっとお願いします。テイさん、はい、ありがとうね。はい、了解です。テイさん、僕のファンだとか飛ばしてるの、覚えてます？覚えてますよ。ですよね。うん、なんか、あの、若い衆使って、ほら、うまい棒とかほら、やってくれたよね。そうですよ、そうですよ。そうだね。あの、雇われちゃったでしょ。そうです、そうです。だから名前が変わっちゃってるか分かんないね。だから、アンチに言ってみてくださいよ。うん、
だってセイさんディオール伸びすぎてるから横に。すいません。はい、そこだけちょっとしっかりしてください。ユニクロに変えてください、それは。はい。はい、じゃあまた。すいません。はい、どうも、はい、ありがとうございます。はい。絡まれるよ。なんで絡まれんだろう俺。それ聞くの忘れちゃった俺。ヤンキーにめちゃくちゃ絡まれるんだけど。うん。ちょナイスお願いします皆さん、ナイス。機長さん来てくれました。豪華メンバーです。お腹すいた。ございます。いいですか、ちょっとじゃあ、まあ、作るって言ってもうどん、うどん出し入れるだけだから、うん、大したあれだよ。もうちょっと手際の良さがどれぐらい違うか、マサヤンと鍋ってこれしかないのかな。鍋これだけ。そう、これ汁入っちゃってる、入っちゃってる。捨てちゃっていいよ、それあれなかったっけ。捨てちゃっていいよ。すき焼き鍋あるよ、下に。あれでやっちゃおうかな。あ、こっちこっち。これはあるじゃないですか。これでいいや。これでいいや。味噌汁捨てちゃっていいよ、もう。あ、OK です、うん。あ、忙しくなるぞ、東京帰ったら。絡まれてるヤンキーに。マジっすか。うん。粘着されてるわ。すごいな。何を絡まれるんだ、これ。俗に有名勢ってやつですか。うん。有名勢。結構でかいね、機長官。鍋これ3人分だよ。あ、そっか、うん、なんで、分かる、食べる、食べる。変わった？ OK です。 OK、 目覚めた。はい、眠かったらキーピターあるから、キーピター貼っていいよ。おでこに。はい、うん、大丈夫ですよ。大丈夫。はい、寝かせねえぞ。今日は何時まで来ますか。今日は4時で、6時起き。はい、6時起き。 OK です。6時起き、うん、4時に寝て6時起き。そう、あ、そっか、枠つけたですもんね。 それは乾燥までは強制ですもんね。そういうこと。弱いです。マサヤン、はい、これ機長に渡して。汚れちゃうか。ただこれ一応ダメなシリーズないですよね。あの何がミーのやつ。あ、いいよいいよ、大丈夫です。すごいわ、バニラグループ。あ、ベルリさん来てる。ベルリさん、ナイス、ありがとう。ナイス、ありがとうございます。まさかうどん食えると思う。まさこさん、はい、厚揚げとちくわ来てもらっていい？あ、はい、うん、食べやすい大きさでね。どれぐらいだろう。皆さん好みの大きさありますか。まあ、一口サイズ、白元どこにあるの、まさこさん。こっちです。いっぱいある。うわ。気まずいな、これ本当のあれだったら、あの本妻とさ、浮気相手だったら。マジ修羅場やな、これ。いや、セイさんやったらなんか喜んでそうですけどね。え？笑ってそうだよ。どっちと今日はエッチしようかな、みたいな。どっちも行くかな。本妻とエッチして、ねえ、終わったら愛人と、みたいな。おたますげえ気まずいで。おたま今日使ったの？味噌汁。さっき洗おうかな。アングルが難しいな、2人でやるって難しいな、アングルが。どうしたらいいんだこれ、どっち映ったらいいんだこれ。すいません、え、あの多分動き回ってもらわないとダメかもしれない。嘘、すいません。アングルが難しいわ、定点だとこれ
取れ高がちょっと難しい。難しいでこれ。上から。上。アングルが難しいでこれ。ちょっと聞きたいんですけど、うん、これめちゃくちゃハイウエストにしてるのって、うん、スタイルが見たら分かるんですか？分かんないと思う。ああ、そうなんですね。バリバリケツ食い込んでますからね。ちょっとめくってみて、Tシャツ。ああ、そういうこと？これ、これ折り投げたらいいんじゃないの？ああ。いや、でも食い込みは一緒よ。一緒？うん。すごいな。なんか食い込み。これ、奈々ちゃん見てるよ、これ。奈々ちゃん見てる。俺の配信、絶対コメントしない。潜ってるよ、絶対。奈々ちゃん、やっぱりバリラって知ってたんですかね？知ってる。ああ、分からんですね、やっぱり。奈々ちゃん見てる。さらに斜めに切っちゃいました、うん、おー、味見してるよ、もう味見してるもん。ちょっとまさにどいて、はい、邪魔。はい。あ、これ、その油抜きっていうのはするんですか？ちなみに書いてなかったそれ。え、不要みたいな書いてない、書いてないならお湯ぶっかけちゃってもいいかも。書いてないですね。あ、油抜きは鍋に湯沸かして油揚げを入れ1分2分茹で、水気を切りキッチンペーパーで水分を拭き取る。なるほど。なんて油抜きするって。はい。どうやって？鍋に 1,2 分つけるみたいです。で、その後キッチンペーパーで拭き取る。しなくてもいい。しなくてもいいって。朝ごさん。やらんときましょう。うん、ここまで人生ならなくていいんじゃない。さすがキチョコさん。初めて使うから全然わからない。買ってもわからない。わからない。すごいな、これ。本当の共同生活だったら。ねえ。本妻と浮気相手、愛人。でもなんかツイッターでありましたけどね。あった。あるのこういうの、本当に。あるの？あ、東出か。東出。東出状態。最近見たの、男が2人もありましたよ。嘘。えぐいっすよね。男が2人？ひとこさん、これはかなり半分に切った方がいいですか？いいんじゃないの？はい。じゃあ洗い物やっていきます、うん、皆さん無料アイテムとナイスお願いします。仙台市でバニラ3品します。無料アイテムと右下ナイス寝る前にお願いします。3品バニラします。ちょっと味見してもらっていいかな、うん。うわ、優しい、優しいな。もうちょっと濃い、もうちょっと濃い以外な、塩分控えめにしてて、もうちょっと濃い、濃いめが強めに。ナイス、ありがとうございます。400ナイス。400ナイス、ありがとうございます。強めにお願いします。強めに。ナイスも。そう、関東人はね、濃いめが好き。九州は薄いからね。具は何？肉あるの？豚肉買った？肉はね、売ってなかった。売ってなかったんだ。つみれにした。つみれね。つみれ汁。
おい、どんつくらつくり。はい、味を覚えて。味を覚えてます、ごさん。エルサで。熱い。でも美味しい。それがうちの味。なるほど。セさん、できそうにないですね。何が？うちの味を、うん、めんつゆを入れて、うん、あとはちょっと醤油足したぐらい、あと味の素と出汁の素。へぇ。あ、これローカルです、うん、あ、これ国産なの？いや、そこまですいません、見てないです。この写真通りだったらうまそうだけど。そうなんですけどね。これそうは、あ、ファミマじゃん。ファミマですね。中華人民共和国って書いてあるじゃん、これ。なんてこった。中華人民中国産じゃねえかよ、これ。なんてこった。本当にほうれん草入ってんのか。中華人民共和国じゃん、これ。これいいっすか、やっちゃって。中国。あ、ちょっといいよ。これめっちゃ好きなんですよ、俺。ハマった。いや、もう男の子こういうの見てるだけでワクワクせえへん。まさやも結構中二病だね。もう俺もそれ結構好き。めっちゃ好き。もう一回だね。セットできたね、セットできた。嘘でしょ、うん、接触悪い。ちゃんとやってよ。セッツ、セッツ。あ、もしかしてこっちかな。そう、そうかもしれない。あ、OK です。セッツ。あ、これね。うん、それで知らなかった。意外とセイさんも料理上手とかあるんですか？いや、俺はあんま作んない。いなりぐらい、カレーと。来た。炊き出しだ、これ。ネギも買えばよかったな。ついでにこれで洗ったらバグりますかね。え？バグりますかね、ついでにこれで。バグんのよ、大丈夫。まさこさん、これ味噌汁の時はもうちょっとちっちゃめにしてもらっていい？あ、はい。油揚げ結構さ、ふやけてきてでっかくなっちゃうから。逆にうどんの時はいいですけど。はい、そうそうそう、お味噌汁の時は。うん、食べにくいからね。わかりました。まさこさん、ハサミ取って。はい、うん。ちくわはね、まさこさん、はい、もうちょっと角度つけて切ってもらって、斜めに。斜めに、もうちょっとですか。見栄えも大事だから。失礼しました。角度がちょっと甘いね。もっともっと角度か、うん、全部いっちゃうというか、これ全部いっちゃう。うわ、凍ってるわ、がっつり。全部いっちゃう。残しててもしょうがない、うん、凍ってるわ。うわ、いや、冷凍。中国のほうれん草じゃん、これ。中国の。しょうがないけどね。生のほうれん草、なんでねえの？どこも売ってないらしいっすよ、今。え？嘘。取れないの？品薄だって。嘘。そうなの？高騰してるのか、値段が。マジで？ないの、今。高いんだって、ほうれん草。九州に行ってる？298円1個、200円。もう作るか、ほうれん草畑借りて町田で。そっちの方が早いかもしれない。うん、家庭菜園するか。実はですね、うん、やってんの待て。え、そうなんです。どうした？家庭菜園俺やっとったんですよ、ナス。うん、ほんじゃきゅうり、ナス、うん、ピーマン、うん、トマト、うん、まあ、ちょっとトマトはまずかったから引っこ抜いて捨てたんですけど、うん、めっちゃ育ちましたよ。嘘。はい、でもほうれん草はですね、多分一つの種で一個しか取れないでしょ。白菜とかもそうなんですよ。キュウリとかナスはアホみたいに生えてくるんで。まさこさん、この卵はいつ買ったやつ？あ、昨日ですよ。昨日買ったやつ。昨日です。これ蓋捨てられるとさ、賞味期限がわかんないのよ。失礼しました。そんなことが。
蓋切っちゃったの、うん、うわ、なんでそんな賞味期限切れちゃったらこれ、あ、ほんとだ、これ なんで切っちゃったの、間違えてこの人がさ、なんで切っちゃったの、卵かけご飯食べちゃったら大変だよ、大変だ、うん、確かに、何やってんの、どうするの、どうするのこれ、すいません、不注意でした、そんなことがあるとは、紙も入ってました、そういう、え、紙も入ってました、紙、それに書いてたような気がする、ここら辺に紙入ってたんですよ、あ、ちっちゃい秒で捨てちゃいました、あ、もうダメだじゃん、しっかりして使い切ります、うん、ちなみに生産ご予定はまだ一応未定ですか、見て、わかりました、あ、賞味期限のついてる紙を捨てちゃったね、多分何か書いてたような気がして、あ、はい、捨てちゃった、どんぶりは？どんぶり、あ、失礼しました、うん、どこ行ってくる？上、上、あ、これラーメン、ラーメンでいいんだって、あ、ラーメンでいいですか、うん、ちょうど3日だから先読みして動いてよ、手伝ってくれるんだったら、すいません、立ってるだけだったらどっか行って、ねえ、だったら教えてもらってたのに、シュート目来た、これこれで嫁さんのメンタルやられちゃうんですよね、いらないから、こんなシュート見たらマジでメンタルやれちゃう、毎日泣いちゃう、嫁が、お風呂の準備はしたの、お風呂の準備はもうお風呂済んでおります、掃除も、洗濯も終わった、洗濯も済んでおります、ベイビーで始まった、ガチレスやめてくださいね、劇場版です、劇場版です、よろしくお願いします、はい、エンターテインメントです、よろしくお願いします、
じゃあ盛り付けを任せていいかしら。はい、任せてください。まずはね、飛び跳ねちゃうから麺から入れてくる。はい、じゃあ、うん、ふわっとからね、まず麺から。まずは麺から。卵崩さないでよ。はい、3人分だから分量気をつけて。全然わかりません。上げすぎ上げすぎ上げすぎ入れません。落としたらどうすんのそれ。ビチャってでも入れません。これじゃ何考えてんの。あ、入れました。少しずつ入れていかないと偏っちゃうからね。なるほど。当たってるわよ。当たってるわよ。毎回当たる。どくさいわね、あんた。すいません。難しいです。麺入れるの。これ卵どこ入れるんですか。卵は最後のお玉で作るから気をつけてよ。あっ、何やってんの。どこにいるか分かりませんでした。麺の分量がほら、もう君掴んじゃってるよ。ほら、何やってんのあんた。すいません、潰れちゃいました。麺の分量が大丈夫。あ、大丈夫です。なんかいけそうな。ファンタスティックです。アテンチャーです。もう卵の場所が分かりません。気をつけて。でもここにいそうな気がする。潰さないでよ。潰さないで。あっちあ、すいません、すいません。じゃあ、ね、これで卵かと思った。できた。あっ、はい、ね、入りました。で、次は油揚げを均等にこう綺麗に並べてほしいのよ、ね。はい、それはなんか得意そうな気がします。バラバラにせずに、ほうれん草はほうれん草、はい、油揚げは油揚げでこう綺麗にしてほしいわけ、はい、それはできそうな気がします。できる。はい、やってごらん。ありがとうございます。考えてよ。はい、一回やめます、うん、バランスね、彩り、彩り。見た目も大事だからね、料理は。はい、見て楽しむ、食べて楽しむ、わかる。なるほど、全く分かっていなかったです。そう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 、そう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 。いい？あと1枚ずつこっち入れます。こっちに最初に3つ入れて、そっから分ければいいじゃない。そんな鍋に戻らずに。そんな方があるんですね。とあんた。すいません。手際が。すいません。じゃあ次ちくわいきます。卵2個どっか行っちゃいました、ほんで。ああ。卵後ですくえばいいからね。なるほど。もはやどこかわかんないんですけど、うん、出てきますかね。ちくわの量合ってる、それ。ちくわの先に取ってんのね。そうです。学習した。学習しました。そう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 。
ちくわ浮いてくれてるから取りやすいです。あ、そうそうそう。外れてる？はい。スミレを取り分けて。スミレ。うん。3個ずつかな。3個ずつ。これはじゃあ1個ずつ。ちゃんと。つみれ間違って潰さないでよ。はい、うん、あーこれつみれ。そう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 。卵がどこにあるか全然わからへん。できた、まあ、もし出てきたら入れます、うん、じゃあ次はスープを入れてもらおうかな。スープ、もうちょっと入れていいよ。もうちょっと、うん、もうちょっとですね。もうちょっとかな。はい、手が熱い。落とさないようにね、気をつけてよ。はい、うん、そうそうそう。スープを入れながら卵もキャッチして入れてたらよかったね、はい、あー賢すぎます。いい、そんな技が。あーでも卵見えてきた。じゃあせっかく、あなたが触ったから黄身が出ちゃってるの。これ出てます。白身にかぶってたの。これ卵は真ん中でいいですか。いいよ。熱い。一回置きます。これにしたかったのよ、全部。なるほど、潰しちゃいました。すいません。冷めちゃうよ。あっ、ちゃ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 。まだ麺も残ってるし。早くしてよ、もう。これ卵どこあるんですか。これかな。どうしたのよ、それ。これかな。こいつだけ寂しいことになっちゃってる。ちょろ。で、あの人の分は麺多めにしないと。はい、みんな君どれにするの。じゃあどれがあなたの。じゃあ私これ食べます。あとはこちらかこちらかは。あ、じゃあせいさんこれでお願いします。綺麗なのをあげる。はい、旦那に。わかる。はい、自分の後回し。はい、常に旦那優先。はい、もうちょっと水分欲しいよね、これ。はい、じゃあ持っていきましょう。はい、一味唐辛子も添えてあげて。箸は準備してるの。あ、準備してません。箸は確かそこに置く前に先に準備して。これもうさっきかけちゃっていいんですか。好みがあるからですよね。あ、皆さんでこちらで食べられますか。先に食べてもらわないと。なるほど。先に。セさん、どこちらで食べられますか。こっち、真ん中で。はい。あ、これは。うん。僕食べます。うん、これ俺。はい、ありがとう。私ちょっと食べようかな。よし、じゃあ食べましょう。持ってきたよ。飲み物もいりますよね。
本当ですか、しますか。入らないね。入らないよ、ちょっと。せーの。よし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 。じゃあ食べましょう。はい。アングルこっちかな。え、どっちですか。市長さんよりですか。まさこ。まさこよりだね。こっちより。もっとこっちで食べてくれればいいんだけどね。こっちで。わかりました。じゃあ、今日はありがとうね。東京からね。まさこも。はい。疲れてるとこ。これね、大丈夫です。夕方にやっていただきます。いただきます。二人で作ってくれたの？うん。うまい。うん。めちゃくちゃうまい。味ですね。うん。写真。写真撮りなさい。もう食っちゃったからね。うん、すいません。すまない。明日撮ろう。うん、わかりました。あ、大丈夫です。辛いんでね。お変なの、変なの、おい。ん？追い出した、変なの。ん？変なの、いらんが。英語で。うん。外人さん入ってきちゃった。なんか俺の枠めっちゃ多いんすよね、こいつ。最近は増えましたよね。さよなら。うまい、うん、美味しいですね。あ、今日は476番目でした、生産。え、すいません。ナイス、ナイス。私は教えたわよ。ナイス少ないな、うん、今日。ナイスよろしくお願いします。確かに、こんだけ見てるのにね。ね、もっと増えてもいいんじゃないですか。ワインでもね、もっと増えてもいいんじゃない。これいや、あんまり。なんで？え？
回数が全然増えてないこれ。右下拍手ボタンをオレンジにしてください。最新コメントをしてきてくれない？ちょっとコメント固まっちゃってるわ。どうしたんですか？こっち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 だよ！こっち？こっち。あ、失礼しました。あ、動きました。失礼しました。お願いします。おいしいわ。ほうれん草でも、ま、マシかな。まあ、前に食べたやつよりはちょっとマシ、ちょいマシ。たまには勝てないですね。雰囲気が全然違う。全然違うね。冷凍とね。食感もね。うん、私あんまりわからないです。わかんない。わかんないです。なんか違うんだよな。歯ごたえというか。歯ごたえ全然違うでしょ。生と冷凍。いや全然わかんない。シャキシャキ。美味しいですけどね。美味しい。美味しいよね。美味しいだけじゃダメなのよ。体のことも考えないと。ああ。うん。ね。あれは売ってないんだな、野菜が。早く寝ようかじゃん。はい。ね。仙台室で寝よう。いや、乾燥したら寝ましょう。仙台室と寝よう、ね。あと3時間頑張りましょう。仙台室お願いします。仙台室と寝よう。はい。ね、仙台室で、うん、FC2 で、3P でバニラ。はい。FC2 が出るときます。3P します。アカウント持ってますか、皆さん。なくても見れるじゃないですか。多分。生バニラ。店行ったらね、タダでやねん。タダで一緒。無料か。無料で。サービスした。あとマイクもお願いしますよ。マイクね。あ、マリアちゃんからありがとう。ごちそうさまでした。マイクもお願いします。寝る前にポチッと。
時に行く聞いた？何時に行くって？お昼ご飯食べてからじゃないですかね。あ、そんなゆっくり、はい、じゃあ明日、何、関空行くんでしょ？ん？いや、新幹線で。新幹線で行くの？はい、博多？はい、送ってあげないと。はい、新幹線まで。そうですね。何時か聞いておかないと。何時に行きます？あ、何やったら、つけ麺3時に着きたいから、1時ぐらいに出る。1時に行くか。はい、で、恒例のリアドス待ち。あ、新大阪で。うん、新大阪で恒例の、毎回で。毎回ね、あの送り出しの時は、はい、リアドス待ちやんのよ。なるほど。そういいの、まさこさん、あれ。あ、もちろん。ごめんね、大丈夫です。なるほど。これを一回開けて、しっかり拭くこと。拭いておきます。うん、あとでチェックするよ。チェックするって後で。はい、任せてください。いける。怒られないようにします。怒らないように。いや、美味しかったわ。本当美味しかったです。うどんいい ね、うん、いいですね。ちゃんと味染みてたわ、うどんに、はい、うちの母親は、うん、粉のうどん粉みたいな、うどん粉って言わないか、うん、入れただけでうどんできるやつ、うん、あれでした。てかそれ以外うどんの作り方家でないと思ってました。茹でただけ、味付けなし？ないです。だからその味付けが それです。粉の、うん、うどんの味になりますよっていうやつ。それ粉うどん。はい。水豚？水豚とは違うと、うどんの素みたいなのがあるんですか？東丸？ああかもしれないです。かもしれない。なんだ東丸って？いや、なんか メーカーの名前。うまいのそれ？いや美味しくはなかったですね。うまいって言ってるよ。粉末スープ。あ、そうですそうですそうです。そうなんですそうなんです。はい、うまいね。スパゲッティはカンカンでした。カンカン、カパッて開けてやる。関西はそうなんだ。え、そういうもんなんですか？聞いたことない。マジですか？うん。うちのお母さん、うん、料理は下手やったんですけど、うん、卓球は高校の時全国2位やったんですよ。そうなんです。あんま興味なかったです。うん、あんまり。すいません。なんか気まずいんでちょっと喋りかけてもらってもいいですかね。いや疲れてるからね、俺も。疲れてる。もう連投しすぎて。結構ハードです、ね。ハードすぎるよ、いつも。ナイスフェーデンかなと思いながらずっとボケっとしてた。619って思って、もうちょっとナイスが押してよと思って俺。気絶したもん、気まじで今日しんどいて、早く増えねえかなと思って、ナイスが集まんねえかなと思って、ずっとナイスの数字ばっか見てた俺。そういえばせいさん、まさかの事件が起きました。どうした？僕はリアドと来てくれた方に飲み物返したりしてたじゃないですか、うん、で、伊勢さんは仕込みの、うん、何でしたっけ、ブレーレ、なんて言うんですか、何Z 仕込みの、なんだっけ、なんて言うんですかっけ、どうぞ、Z 仕込みの非常識芸。あ、非常識芸、うん、まさかの貴重君のリスナーさんでした。嘘、マジです、マジで来てくれたの。誰にもらったの、ゴッチャ、ゴンチャは。ゴンチャはそのリスナーさんでした。あ、リスナーさんもらったのに、で、卵買ってきてもらって、お礼にあげました。お礼にあげたんだ。はい。常識だね。すいません。そういうやつなんです。最悪だね。謝った方がいいよ。すいません。あ、謝ろうと思ったら、うん、枠にすでにいなかったです。あら。はい。最悪だね。失礼なことだったじゃん。904号さんに。904
905さん忘れもしない、うん、タバコ俺の買ってきた？嘘でしょ？せいさん、僕 LINE してしたんですけど、その時はなかったってことですね。うん、失礼しました。うわ、買ってません。俺の買ってないわ、タバコ。せいさん、一回僕の吸ってくださいよ。オアシス、僕の一回吸ったことありましたっけ？ある。え、めちゃくちゃ良くないですか、あれ。吸いごたえといい。いや、あんまり好みじゃないですか。うん、忘れちゃった。紙タバコの人も買えれると思います。あれリルでしょ？リルです、はい。でもなんか噂によると廃盤になったって。そうなの？なんか本体もう売ってないってコンビニで言われた気がします。割れちゃうよ。消えます。これ立ちますかね。諦めた方がいいですかね。あ、じゃあ逆にこれ置いてきます、当分。うん、はい、これで。ありがとうございます。ここを拭きたいんですけど、こいつが邪魔な。どうですか、平和ですか？うん、よかったです。で、これですね。シンクは洗わないの？シンクは、じゃあこれ一回やっちゃいます。
洗剤は？え、洗剤？うん。なかった？シュッシュってするやつなかった？シュッシュってするやつ。多分。右右。これこれこれ。へえ。こういうのがあるから、このシュッシュってして拭き上げて。タオルに？ここに？あの直接。うん。そう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 。そう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 。こんなのあるな。ベタつきが取れるから、ね、なるほど。勉強になります。これも外れる、これもシュッシュッして磨く、はい、これも磨く。そうすると、はい、こういう汚れが蓄積しないの。へぇ、うん、ベタベタになっちゃうからね。まあ今日はまだ始めたばっかりだからいいけど。ありがとうございます。で、こういうとこも拭いておくと、はい、ベタベタしたのが残らない。なるほど。年末の大掃除の時楽よ。なるほど。こういうとこもついでに拭いてあげると。わかりました。うん、こうやって教えてもらえると。こういうのも結構ベタつき残るから、ついでに拭いてほしかったね。はい、じゃあここ拭きます。これだけ学べるといなくなってもらっても大丈夫かもしれません。早く覚えないと。早く覚えないとね。はい、先に洗った方がいいんですね。うん。まさこさん。はい。ここにね、シンクとか洗う用の洗剤があるのよ。今食器洗い洗剤使ったらね。食器洗い洗剤使いました。こういう時にはこれを使うの、はい、シンクの汚れが落ちるから。コンロからシンクまで。ここジェットで出るからすごい隅々まで行き渡るしね。じゃあこっからここまで全部いけるってことですね。使用用途に分けて使ってほしいかな。なるほど。わかりました。で、水垢が溜まってきたらこれを使って。はい。激落ちか。そう、電解水。なるほど。仕上げね。はい。だった。これ上、これをこの中にかけて、うん、スポンジでこするんですか？それはいいだけだから。あ、なるほど。うん、まさこさん、はい。こういうとこも洗ってちゃんと外して綺麗に。そんなところで。スポンジの吸盤ついてるでしょ？はい。これも外さないと跡がついちゃうわけよ。なるほど。わかる？わかります。うん、取れません。端っこから目で引っ掛けたら取れるから。あ、うん、ありがとうございます。一個ずつ覚えてて。はい、
きます。 OK、 これで終わりです。ディスポーズかな。いいですね、これ。生ゴミガリガリ、はい、ほんとないですもんね。綺麗です。ひちょこさ ん、 ん終わりました。終わりなの？これは洗濯です、もちろん。洗濯よね、はい、もちろんね、はい。あ、びっくりした。そのまま下も使うから思っちゃったよ。まさかね、まさか、まさか、終わりかな。終わりですね。よかったです。ありがとう、片付けまでしてくれて。いえいえ、よかったですね。え、女が2人いると楽だね、はい、洗い物すごいわ。洗い物は丁寧ね、あなた結構。あ、ありがとうございます。筋はいいんじゃない？よかった、すっごい楽だね。居酒屋で洗い物ばっかりやってました。容量も2回楽しめるんでしょ、これ。ねえ、最高だね、一歩多彩ですね。食後の薬の確認はした？あ、声かけしないと。せいさん、お薬の方は、うん、まあ、飲んだ。ありがとうございます。皆さん、ナイスの方いいですか、いただいても。よろしくお願いします、うん、ナイスもらって寝ようもしんどいよ、お前。疲れてるかもしんどい。ナイスいいですか、ちょっと押してもらってしんどい。明日早いしね、ちょっと今日早く休むよ。はい、ねえ、お風呂順番に行きたいですね。でも、いや、もういいよ。あ、じゃあ俺入ってきたら、はい、うん、調査はね、早くホテル戻って休んでもらわないと。長旅してずっと動いてるでしょ、しんどいで。マイクないっす、あれっす。お前が、お前が、お前が、さんから来た、これ強いの、いったこれ強いの。もうとっくに投げてました。はい、いいですか皆さん、ナイスの方ね、700もらっていいですな。あ、今ちょうだいしてます、うん、すいません、うん、でそのやるの配信は。僕終わるけども。いや、もうさすがにじゃないですか。やんない。えさすがにじゃないですか。やるもん、またやる配信。いや、休む、ゆっくり寝るか今日は。ちょっとお風呂入って出てきた時の気分でいきます、うん、はい。
無理すんなよ。はい、無理すんな。死ぬぞマジで。はい、死ぬ気いきました。うん、大丈夫か。1週間ぶりぐらいに見えるね、なんかね、久々に会った感じ、ね、2日しか経ってないですけど、しばらく会ってないみたいな、同化してるよね、ソファーとね、ちょっとね、黒がしてるから、ね、そう、いたの、パンツと着替え忘れました。マサヤのオリジナル T シャツとか、あ、そうです。あ、そうなんだ。 NSYS マサヤ買ってますね、多分。俺結構コインランドリーでパンツ畳んでたら落とされたもん。ダメなんですね。うん、ダメなんだ。コインランドリーね、パンツ畳んだだけで。じゃあ、お風呂失礼します。うん。あれ、水切りしてね。水切りって何でしたっけ。あ、わかりました。わかる。びちゃびちゃがいつも。あと乾燥のボタンを教えたいね。浴室のさ。まさこさん。乾燥の。まさこさん。水滴はさ、乾燥。浴室乾燥をさ、衣類用と浴室用があるから。なるほどね。はい、今日上がったら。おしゃれだった。そう、カビ生えないからね。それ押してくれると助かる。わかりました。よろしくね、まさこさん。はい。今日は眠たい。しんどい。
日目今2日目3日目でしょ、日付変わって3日目じゃないですか、ね、3日目なの、3日3日目か、そんな経つ、もう疲れるね。だからみんな逃げてっちゃうね。配信タイガースもね。みんなやりたがんないでしょ。長時間やるから。甘い蜜だけ吸えないっすよ。そうそうそう。甘い蜜だけ吸った外国人選手がいるね。一晩でいくらだっけ ?30 万ぐらい。30万稼いでどっか行っちゃったね。キャリーちゃんと女芸したっけ、あとその後。ああ、やりましたね。名前忘れちゃった。誰だっけ、コリンス社長頼むでって4時間言っただけで30万円で社長頼むで片言でさ社長頼むで、ファイザーは稼げなかったんでね、ファイザーは大して稼げなかった、コリンスだけ波になったね。ね、最初コリンスが稼いだからファイザーも波乗ろうとして来たんだけど稼げなかった。そう、とある、甲子園球場で社長頼むで社長頼むで、ゼロお金です、それです、ついな、クーラー止まってんじゃん、なんで止まってんのこれ、セレワンからナイス、センナイス、厳しいかこれ、人数の割にね、うん、全然増えない、明日脱毛だから早く寝ないとな、俺マジで、あ、全身脱毛、そう、全身脱毛、朝から1時それで、ダイスお願いしますよさ、リアトツはね、何時にしようかな、午前中になっちゃいますよね、あー厳しいか、俺1時から脱毛だから間に合わねえか、見送りできない、ワンちゃん、ワンちゃん見送りできないか、できないわ、マサヤンも、あ、マサヤンでも空いてるぞ、マサヤンは脱毛行かない、脱毛行かない、うん、5時から美容室、あ、うん、マサヤン送ってあげればいいじゃん、どこなの今日、あれ、泊まるとこ、あの、ヨムの事務所の近く、なんです、ここの近くにしようかったじゃん、安かったんですよ、嘘、ここの近くより、うん、安かった、一番切ってた、へぇ、経費なんだから、その辺の近くでやったら、午前中からやればいいじゃん、じゃあ、リアドの街、ナンバーで。まさこと、二人で。うん、早く寝、今日早く寝て。俺来ない。で、二人でリアドの街して、新幹線、2時だっけ、1時台に乗りたいですか、1時台か、はい、ヨーブンとつけ麺起きるかな、起きないでしょ、無理よ、無理でしょ、うん、イベラス、イベラスだ、イベラス、ヨーグンもイベラス、起きたら行けば、じゃあ、うん、なんで邪魔するの、うるさいな、起きたら行けばって言ってる、さよ
ばばかやお前寝ろよばば体巻いてよクソばばがよ柴田やるわうちぶち込むぞこの野郎何邪魔すんの、はあ、10月しんど長い何日今 15?16?16? 今日日付変わって 16? 変わって16しんどもうナイス絶対やらんもやらない絶対やらんしんどすぎ、うん、でまた明日からイベントでしょ天下統一出るでしょ後半ほら水彩画が欲しくてああそれ後半なの、うん、俺前半何で作るんですかカブトカブトあ飾りたいじゃんあ、いいね、バレるからうんそれがこのハッピーみたいなのもいいなと思ってこうなんかほらあねえあったあったカブトで何山分けがあるのポイントいや160万って何なんかあるのあれだ、配る系配る配るやつリスナーさんに配るああ、それが160万ああ、ないっすね配る、あのアイテムでしょそうですああ、還元アイテムねで、あれ、あのスゴロクって言うスゴロクってことはポイント山分けじゃない山分け100万いや、ゴールしたらあ100万、100万山分けですね100万山分けか、だいたい2、30万でですか一番乗りで全部行ったら20万、うん、最初に無料アイテムもらった方がいいね、おまけをね 先出しね先出し一番乗りで、チェックポイントに最速で達成したらこれも50万やな50万負けチケットで取りたいね。しんどいわ。長時間埋めましたかね。ああ、これね。うん。0.04% で、うんワンちゃんのやつあるじゃないですか、うん、ワンちゃんのアイテムワンダフルイベントアイテムかゾウさん豚ワンちゃんのやつが 0.004% で、うん、天下人チャンスになるんですよ、うん、それで、前半天下人になれば、うん、20万プチューンがあるのそう結構だから小刻みな賞金あるんですよね当たんないんだよね 0.004% それ現金俺のポイントバチポイント20万でかいですよでかいね出ないなぁうん出ないよプチューンは 0.04出してくださいね。ゼロ音からですよ。出ないよ。だって、ファンタスティックの20倍が 0.1% ですね。だいぶ確率悪いで。まあまあすごいですね。奇跡に近いで。マジで。一回も出ないで終わる可能性もあるよ、それ。ありますね。誰も。確率で下げすぎでしょ。
今は最後ね、お風呂入って出たタイミングでこうモチベーション的にねできたら次やるって。まだ起きてる人いますか？機長もそろそろねホテルに戻ってもらって明日に備えてもらう。起きてる？大丈夫ですか？僕は眠たいです。眠いわ。お布団の中の人ナイスだけ押してね、寝る前にまだ意識があるうちにナイス押してよ。頼むで、ポチッと。2時やで。もうホテル帰ったら、そろそろ。朝山出てきたら。いいですか、帰る、はい。荷物置いてあるの、ホテルに。あ、ケリーのとこ。置いてあるの。薬飲んでよ。歯医者の薬飲んだ。マサヤの車の中に荷物ある？いや、今日リアさせてもらったやつが明日でも、ね、明日でもいいか、はい、大丈夫。オゼンピックも打った、大丈夫。明日ね、夏も行くからやだな、明日。めっちゃ痛いやん。クレーム塗るけど痛いもん、マジで。もう毎回やだ、あの痛み。1ヶ月に1回痛い。明日はレベル3に挑戦。初回が 1で一番弱いやつでやって、2回目はレベル2でやって、明日3、ちょっと強いのお願いします、我慢してください。本当痛い。でも毛が細くなってくるからだんだん痛みは薄れてくるんだろうけどね。最初の時マジ痛かった。痛いですよ、医療脱毛でしょ。だんだん慣れてくるでしょ。毛が細くなってるから痛みが弱くなってくる。毛が太いところだとマジで痛い、半端じゃない。あ、ほんで機長さんね、池袋の脱毛10月30日。10月30日。あ、間違えた。両脱毛、ヒゲがね、あれ、どこだっけ。31だ、31だ、2時から。うん、池袋2時から。ハロウィンでね、なんかイベントあるかな。ありそうだ。変更もできるって。2時から、ヒゲ脱毛。リア脱？池袋で。あー、ヘッドスパね。DM 来てないんだよね。来てないんだよね。あれでしょ？港区のやつでしょ？来てないんだよな。来てないんだよ、あれ。ヘッドスパ。来てないっす。そう。
DM しますね。来てない。日が31時、2時、ツルツルになります。ヒゲがね、最後だよ、そのヒゲもうツルツルだよ。まあ、3回ぐらい考えないけどね。そう、どう？モチベーションどう？あ、トライします。え？ドライヤーします。うん、まさにドライヤー、お風呂入ったよ。寝た方がいいと思うけどね。ねえ、頑張りすぎじゃないもん。2時だよ、だって。今からだったら6時だよ、終わんの。寝た方がいいよね。運転もあるしね。うん。今日しのいだでしょ、まさやん。だいぶ。しのぎましたよ。だいぶしのいだんじゃない？今日しのいだって。そこ6位今下がっちゃったか。下がっちゃったけど、あ、6位。6位。だからあのせいさんがコメントした後に20万ポイントじゃなかったから、すごいやん。すごいんじゃないですかね。じゃあ800ナイス無理かな、きついか。800あったら楽だね、明日。せいさん、洗濯物増えます？いや、増えないよ。あの、洗剤買ってきたらって、ちょっと夕方はまだ見てなくて。全部使い切ったらいいんじゃない？あ、わかりました。どう？休む？休憩するか、ちょっと。今日も帰るって言うから。あ、そう、そうなんですね。うん、どうする？じゃあ、まあ、一枠だけでもやりますじゃあ。30分もう、いや、4時間です。え、4時間？はい。ちょっとそれ以上はきついっすね、俺。それ以上きついっす。寝たら？寝ます。うん。ねえ、寝た方がいいよね。死人が出るで、マジで。ね、ほんまに。機長も寝かせないと。2時だもん、だって。機長も帰りだもん。近い？ここから。これはね、1号線、何号線かは分からんけど、新なにわすじ。新なにわすじ、こっちだ、こっち。これってマンションこっちだけど、こっちかな。あ、スーパーの方にあるけど、こっち。やっちゃうのかな。スーパーの方はこっちの方が広いから、こっちだと思う。多分こっちだと思う。こっちだと思う。じゃあ違うかな。あ、分かった、これ高速道路か。じゃあこっちや。あ、こっち、うん、じゃあこっちや。ってことは、こっちがスーパーで、ここに駐車場って。あ、でこっちに、あの、FM ランドとかある。あ、川はこっちの駐車場。あ、寝ましょう。そうですね。うん、はい。
終わりましょう。じゃあ機長さん、ありがとうございましたって。じゃあ先に失礼します。お疲れ様です。ありがとうございました。マッサヤンはどうするの？明日機長を迎えに行くの？起きたら養分とつけ麺行くんでしょ。あ、じゃあ俺も行きましょうかね。まあ行ってきたら、はい、養分が起きてればね、うん、まあ確かに、まあ、俺はちょっと一人でナイスやないといけないから、うん、はい、失礼します。脱毛行かないといけないし。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。お疲れ様です。気をつけてね。はい、ありがとうね。じゃあね、マサヤ、バイバイ。ありがとう。やっと帰れる。うん、閉めてて。早いよ。早いよ。つまり鍵がね、ここに入ってないんですよ。どこに？ここです。あ、俺が持ってるかも、バッグ。はい。じゃあ皆さん、おやすみナイスお願いします。ああ、こんなのやめるの久々ですね。おやすみナイスをお願いします。あとマイクもね、投げ忘れないようにお願いします。おやすみナイスお願いします。マイクとありがとうございました。お、スリスバリアス800ナイス欲しいね。行きたいですね。あと20、800だったら楽屋で明日おつかば。まさにちょっとだけやるか、30分だけ。そうですね、そうですね。無料回収。なんて言いますか、あんだけ応援してもらって、うん、なんか一人で全くせえへんっていうのも、うん、なんかちゃう気がするんですけど、一枠だけでもやる。一枠30分だけやったら。わかりました。うん。それで調子に乗ってその4時間とかやらないよ、はい、いや、あのね、生産が起きてる時間に絶対元気でいないとあかんと思ってるんで、うん、それは、はい、お願いします。やめてよ。はい、それで無料だけね。わかりました。あ、せだいぶ違うからそれ。貴重君でも写真撮れなかった、失敗した、うん、じゃあ、やって、はい、30分だけね、無料行ってください、皆さん無料ね。あー、しんど。マサヤンくっつけたら終わりますんで、お客さんからフォローついてお願いします。オッケーです、つけました。はい、じゃあつけましたんで、皆さんマサヤン枠無料だけお願いいたします。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。お疲れ様です。660、しつこい。お疲れ様です。毎回ありがとう。即風呂です。ありがとうございます。毎回ありがとうございます。お、お疲れ様です。